撮影店内させていただけませんかって言ったら、まさかの OK 来たのよ。彼を今日はビフォーアフターします。彼がどう変わるんでしょうか。行ってみましょう。おお、すげえ、これも伸びる。もう俺の中では仕上がってる。もうイメージがあるわけですね。イメージがある。びっちりな。嘘でしょ。悪いのかな。お疲れ様です。はい、お疲れ様でございます。トレーニング撮影を今日はしていて、はい、今昼時なんですけど、日頃清木さんあんまり来ることないと思うんですが、うん、今ちょっとある駐車場に到着してまして、はい、ちょっと紹介してもらっていいですか。はい、今日はね、今日の YouTube 企画、はい、まあうちの会社の専務でもあり、はい、役員でもあり、元歌い屋でもあり、川根ライネ君ね、はい、まあ知ってる人は知ってると思いますけど、その彼がね、もう40年ぐらい同じ服着てるんですよ。生まれてから今日この日まで毎日同じ服着てるから。ちょっと営業に僕ら行くじゃない、例えばラジオの局に行ったり、はい、まあいろんな対外的なお仕事があるわけですよ、はい、その時に僕だけシャキッとしとっても型にならんじゃん、はい、だからスタッフももう少ししっかりした服装で外部の人、はい、媒体の人と会う時とかはちょっともう少し小綺麗にしてほしいなということで、なんと今日は、うん、カーネライネ大改造計画ということで、山口県が誇る、まあ、世界のですね、今もはや世界のユニクロさんですよ。もうダメ元でユニクロさんに店内させていただけませんかって言ったら、まさかの OK 来たのよ。絶対来ないと思ってたんだけど、来たから OK 出ましたんで、ちょっと僕もね、いやさっき今なかなか来ないとか言ってたけど、普通に来ますから。だいたい僕が着てる釣りのインナーとかヒートテック、その辺は全部ユニクロのヒートテック使ってるし、全然あのあったかいし、20着ぐらい持ってるからインナーはね。だから今日僕もまあいいのがあったら自分自身もちょっとコーディネートしたいなと思って、今ちょっとご挨拶行っておりますんでね、うちの改造ボーイが自ら自分で挨拶して自分の服をコーディネートしてもらうって、なんと贅沢なんだ。まあ、他のお客さんもいますんでね、はい、ご迷惑ならないように、はい、しっかり撮影できたらいいなと思ってますし、もう山口県宇部からユニクロ始まってますから、はい、本社も山口県にありますし、はい、まあ山口県民としては宇部市民としてはもう自慢ですよね、はい、ユニクロがうちの町から生まれたんだよみたいなね、もう親戚ぐらい持ってますけどね。今日は行ってみましょう、ユニクロに、はい、レッツゴー。さあやってまいりましたよ、山口県が誇るユニクロでございます。今日はですね、特別にまさかの店内撮影の許可が下りたので、先ほども言いました通り、ライネ改造計画、今日はね、素晴らしい男にうちの専務を改造したいと思いますんで、行ってみましょう。とりあえず行こう。はい、あ、その前にちょっとライネの、じゃあ彼を今日はビフォーアフターしますんで、はい、こうなっております。はい、ナイキに、はい、スタバ用ガラン、はい、上はアシックス。はい、ありがとうございます。そしてロン毛。はい、メガネは曇っております。彼がどう変わるんでしょうか。行ってみましょう。ちょっとパッと見て回っていいですか。あ、はい、どうぞ。了解しました。よし、まずはですね、全体的なコンセプトを決めていきますんでね、はい、やっぱ外に営業に行ったり、はい、まあ、媒体の人に挨拶することが多いので、外の仕事の時はやっぱりちょっとこう切れ目な方がいいと思いますんで、そういうのをちょっと選んでいきたいと思います、はい、キャンプとかそれはまた別の話だからね、はい、今日はちょっとかっこよくキリッとしたような感じを選びたいと思います、はい、行ってみましょう。まずは動きやすいね、ストレッチが効いたパンツから、ただちょっと細身のストレッチが効いたようなパンツってどういうことありますか。今の時期だったら、はい、こういったヒートテックが入っているスマートストレッチパンツになっています。あ、いいじゃん。ヒートテックが入っているので、あったかい。あったかい。おー、ヒートテック入りのパンツ。
もしよかったらご試着できます。ありがとうございます。お願いします。はい、ウエストどれぐらいですか？来年ウエストどんぐらいですか？100… どのぐらいでしょうか？一番大きい店舗でお取り扱いがあるのが91なんです。それを、じゃあ一回一番大きい一番91のお色は黒です。黒で、はい、一応これと同じこの色も、この色も、はい、はい、普段はこういうのちょっと着ないもんね。はい、選ばないんで、どうしても黒とか、うん、そのデニムとか偏りがちなの。同じの何本持ってない、常に同じやつは3本ちょっと見て、これ今90、90、あ、ちょっとちっちゃいかな。ちっちゃいちっちゃい、これは知ってるから。いや、これ入らんやったらもうユニクロから怒られるぞ。大きいサイズは、オンラインの方でご案内するので、ちょっと一回履いてみよう。そうですね、とりあえずね、パンツが入らんことにはどうしようもないから。よろしいですか？はい、ご案内します。どうもありがとうございます。その間に 上を決めていきます。あ、今清木場さんはライネックのコーディネート、ズボンから選んだじゃないですか、うん、パンツから、うん、やっぱおしゃれは足元からっていうことでパンツから選んだんですか？違うよ、無駄適当いね。人のことはどれでもいいんだけど。あいつは肌着とか起きないから、はい、ちょっとこういうちゃんとしたのを買ってあげましょう、はい、この辺だな。あ、来ました。ぴったりです。全然いいじゃん。ストレッチも入っているので、履きやすいタイプにはなります。上げてみて。いや、そういう腹は出さない。あ、もういいじゃん、いいじゃん。これ、ちょっと上げてみて。はい。俺こっちの方が好きなんだけど。大人っぽいですね。はい。サイズ同じですよね。サイズ同じです。2本買おうじゃん、それとそれ。あ、ありがとうございます、うん、で、裾上げあとお願いしましょう。はい、じゃあ一回出てもらって、はい、まず上を決めていきましょう。今いい感じですよ。そうですね。あとはシャツですね、うん、まあインナーにこれを着て、あいつ絶対シャツをシャツのままインするタイプじゃん。これシャツを T シャツをね着てから、黒はいらないから白でいい。これ2つ、はい、で、カッターシャツ。おお、すげえ、これも伸びる。ほら、もうこれでいいじゃん。ね、はい、XL で入るよね。今は入ると思います、うん、すいません、これって開けてもいいですか？ちょっとこれも後で試着させてもらって、はい、今もう開けられます。あ、あと最後に、あとでいい、はい、ありがとうございます。で、あとそのシャツの上に着るちょっとセーター的なやつってあります？セーター的なやつだったら薄い方がいいですね。そうですね、厚刈りなんで、もうすぐですよ。もう俺の中では仕上がってる。もうイメージがあるわけですね。イメージがある、びっちりな。楽しみです。はい、びっちりなイメージです。こちらの部分が薄いセーター、はいはい、シャツの上に合わせられるタイプ で、クルータイプと、はい、V ネックのタイプになってます、うんうん、V と丸はどっちが好む？ V の方が痩せて見えるんで V で。V のじゃあ一旦 V ネックがこちらからこちらの2段、うん、これはネイビー。うわー、XL がマックス。 XL がマックス。ちょっとこれも着てみましょう。はい、そうか。そうか。あとはスウェット、トレーナー的なスウェット、はい、スウェットのシルエットブルーパーカーと、普通のパーカーじゃない、パーカーじゃないやつになります。こちらになってます。スウェットですか。もうこれはサイズ合いそうだけど。で、ちょっとしたベスト的な。ベストはない。ダウンベストありますね。ダウンベストは。もう暑いんだもんね。いやいや、ダウンベスト着たことないですよ。かっこいい。人生で。ユニクロで言ったらこのウルトラ
ダウンですよね。ライトダウンの上がコンパクトベッドになるんですけど、ウェーブキルトの分と通常のタイプ。ウェーブキルト下が短い。じゃあこの模様ですね。あ、これね。通常はこれ。通常はこちらです。あ、こちら、はい、なるほど。色味的にはなんかちょっと赤い方がないね、似合うんだよな。これも行ってみましょう。はい。なるほど、ウェーブと普通のやつ、ね。そうですね。ああ、これもかっこいいけどな。確かにかっこいい。うん。めちゃめちゃ軽いよ。すげえ軽い。これも今人気なんですか。そうですね。こちらの分は毎年人気のものにはなってます。爆売れのやつですよ。あれがあるじゃん。これが100円。もう買い完全計画だから。いわゆる今から全日空の会議行けるような、なるほどです、うん、ホテルで会議ですっていう時にささっと切れるような、あ、破るなよ。こっち見て、かっこいいけどね。いや、まあ、これはちょっとあれだけど、はい、いい感じですか。ただこっちよりはこの系の方がないんですか。このここのあったやつですよね。これの XL。これはそのまま戻しちゃっていいんですか。大丈夫です。そりゃそうやろ。来たら買い取りみたいなルールはない。もうかっこいいじゃん。俺が欲しいわこれ。ほら、もういいや。めちゃめちゃいいですね。え、もういいじゃないですか。どういう状態ですか。いいよね、うん、これで初詣行ける。やっぱユニクロってすごいよね。すごいですね、うん、7,990円、今の今日の価格は安くない？すげえ着やすいし、このコートが今清倉さんが着用しているものと同じことですよね。そう。わ、これ黒がいいな。本当に楽だね。めちゃめちゃ軽いよ。あ、ちょっと違うんだね。ちょっと重くなった。あ、そうなんですね。これの黒欲しかったな。M でこれだからね、大きいよね。あ、それ M ですか。うん、へえ、まあね、これも似合いそうです。昔だったらこういうの好きやったよね。何万も、うん、もう10万とか20万になったよね、はい、もう今や10万円以内で買える時代ですよ。そうですね。 L かっこいい。はい、すげえ軽いね。軽すぎます。なんか違うんだよな。なんでだろう。急な露出狂みたいな、変なおじさんみたいな。やっぱこ中だろうね。中の今ほらウェアがトレーニングウェア。急な露出狂。ちょっとやりそうじゃん。俺はね本当に軽い。これいい。マスター、マスター、ありがとうございます。はい。ちなみに僕が着るとです。あー、ライネこれ入らんかな、XL。着た感じはどうですか、シャリな感じで。うん。あ、でも清木さんでいいぐらいですね。そうだね、冬。でもちょっとでかいこれは、うん、これで XL ですよね。あ、でも、うん、そう、あ、でもやっぱパーカー出して普通にさ、しゃあ、しまらんな。ダメだね。いや、そういうもんじゃないよ。そういうもんじゃないよ。そういうんじゃないよ。こういう着方するやつじゃないよ。じゃないよ。あ、ちょっと
ちっちゃいね。これオーバーシャツジャケットとかになるんですけど、もう普通のスラックスみたいな。はい。もう自分のが決まった。もう自分も欲しくてしょうがない。これめっちゃいいのよ。もともとかっこいい。こちらが今見てるのがスマートアンクルパンツですね。めちゃめちゃかっこいい。しかもストレッチがすごい。ちょっと後入ってみる。今のはダメだったんだよね。あれのサイズしかないですね。そうですね。コート系ね。コートだともうこの辺だよ。一回ちょっと着てみましょうか今のね。はい、はい、どうもありがとう。パンツはそうですね、パンツを一回どっちのパンツで履か、どうしようか。まず黒で、あ、こっち一回履いてみたいな。しまらない。いいえ、ちょっと危ない匂いがしてますけど大丈夫。でもストレッチ効いてるでしょ。どの道その中で着るから。そうです。はい、まず閉めてね。これを履いて出てみましょう。はい。あ、これもね、これもそうですね。はい、じゃあこれも来て、一回出てください。XL が入らないってなると、はい、着るもん限られてくるね。そうですね。うん、だから普段から健康管理ってのは大事なのよ。はい。キヨキロさんはユニクロでパーカーとか買われてると思うんですが。キャンプの服はいっぱい買ってま す。そうですね。あのダウンとか。はい。一時めちゃめちゃあのモコモコ流行ったみたいな、去年か、一昨年か。はい、買い占めてもどこも売ってなくて、静岡まで行ったよ。静岡ですか。伊豆走ってる時に、はい、もごもごどこも売ってないじゃん、はい、爆売れで、はい、ちょうど温泉行ってて、はい、寒いからっつってちょっと田舎の方のユニクロ行ったら、はい、あったから3着ぐらい買ったよ。どうですか。なんかクッカッって言ってるよ。破るなよ。買い取りになるけん大丈夫です。お待たせしました。はい、どうぞ。お、いいよいいよいいよ。いや、全然いいよ。ほら、急になんかラグビー部の OB っぽくなってほら、全然いいよ。これもサイズいっぱいですもんね。サイズがいっぱいですね。まあ、でもいや、ちょっとやっぱでもパーツパーツ後ろ見て。前見て。まあしょうがないよね。痩せることはできないから今現状では。でもしっかりウエストも上げてるでしょ。はい、上げてます。うん、ちゃんと腰脇とかじゃなくてちゃんとおへそまで上げて。はい、上がるとこまで上げてます。ちょっと裾を上げしてもらっていいですか一回。はい、上げ、削らないぐらいがいいですね。ちょっと上げぐらい。回してますか。ちょっとダウンしてみます。本当でもやっぱ服装で変わりますよね、人って。いいでしょ。腹はもう、なるべくへっこんでくるしかない。こう。そうそう。そしたら腹筋は鍛えられる。一石二鳥です。ということで。ちなみに靴はないんですか、なんか。靴はニーカーとスーツとかに合わせられる靴までですけど、はい。ありますか、サイズ何本。27か 27.5 です。まずいです、はい、おー、かわいい。スニーカーの方が動きやすいよね。そうですね。で今だとこうスラックスに普通にスニーカーっていうのも、ね、はい、こういうのかっこいいんだよな。 7.5 ちょうどいい。これと 7.5 プロ、一応これ持ってって両方7と 7.5 でね。はい、 7.5 からで、ね、はい。あ、これは、あ、ちょうどいい。はい、ちょっと痛い。いやいや、もうぴったりです。じゃあ 7.5 の黒、ちょっといいですか。一回これ、はい、ベストの、はい、これは黒に合わせた。おお、うん、かっこいいけど、うん、でも、やばい、こっちだね。そっちやめましょう、これにしましょう。はい、さっきさんで、いや、今までうん、それだね。はい、じゃあ黒が来たら黒も入る。はい、ちなみに、
一回セーターを脱いでもらっていいですか。ベスト脱いで。これはなし。シャツはそのままね。はい。それ着てみて。これはどう？パンパン？いける？それいけます。ベルトは持ってんの？革のベルトは。革のベルトは持ってないですね。ベルトなんか黒っぽいウエストが90から。ベルトそこの目の前に置いてます。はい。ああいいね。さっきのセーターよりこっちの方がいい。どう？でもセーターの方がピシッと見えるのは。はい。ああ確かに。靴はどっちがいい？黒と。あのいつも自分で買うのはやっぱり黒が黒い靴っていうのは買いがちなんですけど、まあ履いてみて多分サイズ形が一緒だから、はい、91まで、はい、これだったらどこにでも、そうですね、これの方がいいですよねどこに直させるか、それあのプライベートで使ってるやつと同じやつ、あ、そう持ってるのそれは持ってますよ、はい、はい、おいいね、うん、やっぱ靴はあっちの方がいいね、そうじゃない方が、はい、うん、足、膝ある膝ついてる、膝どこ落としてきたの、あれこれはまさかこのベルトは嘘でしょ、悪い予感がしたんですダメだ、壊れる壊れる、そうこれがマックス、はい、あ、じゃあさっきの網網のやつでいいですか、こっちの方がこちらがあの明るくなる、やっぱりやっぱ黒はね、どうしても沈んだよね、色が、俺が、俺も黒ばっかりで、これもあまりいい予感がしてないんですけど、ちょっとお待ちください、え、持ってるんじゃないの、も持ってます、ベルトしないもんね、いやもうこれはどこにでもさせるから、もうちょっと、そうそう、もっと上に上げる、レン君いつもはお尻の方が多分下がってるんですよ、ちゃんと、そうそう、そこまで上げる、それを上げたらぶっと締める、もっと締める、ぐっと、うん、そうそうそう、で、下ろす、でウエストでベルトはやらない、そうですね、いいじゃん、で、靴はこっちがやる、そうですね、よいしょ、落ち着きがないゆっくりでいいですよ、はい、そのコートは来年持ってる1個ね、はい、ユニクロのやつが、こっち向いてください、髪はもうどうにかして、ね、どうでしょう、どうでしょうまあ仕事だけだから、こういうの急に乗っかって、じゃあ黒とズボン、どうですか、いいと思いますよ、どう自分で見て、普段絶対嫌い組み合わせですね、いやもうかっこいい、はい、まるで自分じゃないみたいですね、そこちょっとすごい、オッケー、じゃあ裾上げをプロとこっちでお願いしていいですか、はい、じゃあ同じ長さで手が回ります、はい、じゃあもう脱げばあれですね、はい、あとはこれ一式とセーター購入です、はい、はい、ではちょっとまた着替えてもらいます、はい、はい、お帰りなさいませ本当にましたまさか自分がこんな格好するとは思ってなかったんで、今年の冬は楽しみです、これ M でしょ、キャンプにいいかな、すっげー伸びんだよ、はあ、やばいよ、いい、色は黒だけです、あります、色はあります、あ、ほんとだ、これはでもステッチはさすがに、あ、すげー、ストレッチ効いてる、これで、これでストレッチが効くんですか、やばい、ちょっと考えてみた、
ごいんだけど、この生地でこのストレッチ、やっぱ履いてもストレッチすごいですね。やばい、これめちゃめちゃ可愛いね。うん、可愛いです。靴ちょっと派手なの入れて、はい、これにしよう。キャンプで大活躍。では私はこれを購入します。めちゃめちゃいいすげえ伸びる。安いよね。4,390円。ありがとうございます。あ、この色味もいいな。ちょっと濃いめの、ね、うん、こっちの合わせやすいのかな。迷った時は2個買えばいいやっぱこれだけいいズボンが揃ってて、これだけカラーバリエーションがあったら、でこの値段でしょ。それは買うよね。そうですね。さすがユニクロさあ、もう最近は無人でお会計ができるというすごい世の中です。このレジすごいんですよ、見てください。すごいよ、入れていくだけで全部なんか一瞬で全部これに入れるだけで、入れるだけでの会計が分かるんだけど、いいよね。32,940円、本日の合計金額。安いよね。そうですね。一式揃えてこれでなんだ、うん、はい、ということですね。どうですか。いやー、もう新鮮、斬新な体験でした。普段買わないようなものを、うん、いつも同じテイストの方が多いもんね。そうですね。また同じの着てんだって言ったら、いや、買ったばっかりなんですよ同じのばっかり着てるからまあ、だから今回の目的はあくまでも、はい、外の仕事で、はい、まあ、ちょっと小綺麗な服を買おうというテーマなんで、はい、普段着はね、そのいつもの普段着でいいと思います、はい、なので割と仕事でパリッとしなきゃいけない服が、はい、まあ、今日購入したユニクロさんの服を、まあ、着て、はい、仕事しましょうよってことです。そうですね、はい、ということで、今ならジェットに入社するとユニクロで着置き場コーデがついてきます。皆さんよろしくお願いしますさあ、買いましたよはい、しっかり買わせていただきまして、ライブのコーディネート、まあこれでしっかり仕事をまたしてくれるでしょう。頑張ってくれるでしょう、はい、まあ僕らもね、少しでもいい仕事できるようにね、はい、身なりからしっかりしていきましょう。いいですか。はい、あらこんまーありがとうございます。はい、行こう。ありがとうございました。オフィシャルファンクラブ清木場組清木場モバイル、最新情報をいち早くお届け。ここでしか見られないファンクラブならではのコンテンツを配信中。ファンクラブ限定イベントも開催。詳しくは概要欄からオフィシャルサイトをチェック。皆さんぜひ、チャンネル登録、いいねボタンの方よろしくお願いします。ゼュー